苦難と闇を恐れるべからず。全員の私を厄災扱いしないで。誰にも死んでほしくない。安心して、きっと大丈夫だから。命令、お前の攻撃は想定の通りだ。この手に宿すのは世の悪行を一掃する。動き回るな。そうすればお互い手間が省けるだ。あなたは私をこんな風に扱うの？私にもこんな結末を迎えてほしいのかしら。本当